アが中国代表を酷評。怪我を防ぐには、序盤に試合を終わらせてしまうことだ。38、コメント38件。11月21日、火曜日6時42分配信。エキサイティングな、攻撃サッカー、で対抗する。韓国との決戦に挑む中国代表。C、ゲッティイメージズ。 ユルゲン・クリンスマン監督が率いる韓国代表は11月21日、北中米ワールドカップアジア2次予選戦の第2戦で中国と敵地で対戦する。画像、危険なタックルで苦悶する孫ミンこの一戦を前に、韓国メディア、競合新聞が、クリンスマン号が少林サッカーと対戦する。怪我を防ぐには前半からゴールの花火を上げることだ、と題した記事を掲載。 中国サッカーを酷評している。同メディアは中国のタックルなどのラフプレーは悪名高いとバッサリ。少林サッカーと呼ばれるほど荒いプレーするチームを迎え、エキサイティングな攻撃サッカーで対抗すると皮肉混じりに綴っている。そして韓国代表の首相孫憤民が16日のシンガポール戦。 5-0で危険なタックルを受けた事実に触れつつ中国はシンガポールよりさらに荒いサッカーをするチームで有名だ。試合中に相手選手が負傷して倒れるのが一般的だ、と警戒。早く勝負を決めてしまうのが最良の策だと主張している。中国のラフなサッカーに対抗して韓国ができる最善の策は、序盤に試合を終わらせてしまうことだ。早く勝負を決めれば、 中国のモチベーションも早くなくなるほかない、注目の冠中決戦は果たしてどんな決着を見るのか。